チュールじゃなくてチューブ。フランク・ミューラや面白い恋人のようなパロディ商品かと思ったら、チュールの発売元稲葉のちゃんとした商品だった。フードにかけます。シオン待って。シオン、チューブ状なので出しやすい。はい、どうぞ。体力が落ちているナナですが、食べるときは体力が復活する。食べることができれば大丈夫。チューブかけたらゴローも食いつきがいい。ナナもゴローも完食。シオンは量が多いのと食器がピカピカになるまで食べるので時間がかかる。食べ終わったら今日もみんなの食器の総点検。チャンネル登録お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。